皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。大会が終わって10日が経ちまして、なんとですね8キロ近く体重が増えてしまいました、見てお分かりの通り、顔がもうブクブクにむくんでしまっております。はい、もう幸せいっぱいの状態でお送りしておりますけども、今回は、改めてね、私のルーティン動画ご覧になってくださって、私のね大会までの減量を応援してくださった皆さんに、感謝の気持ちをね、しっかりねきちんとお伝えしたいなということで、動画を撮らせていただいております。もうね大会当日の動画も出しておりますので、結果はご存知の方も多いかと思いますけども、今年の10月10日に行われた ANNBBF 全日本ナチュラルボディービルディング連盟のですね全日本ボディービルディング選手権大会で、優勝することができました。本当に皆さん応援ありがとうございました。今回の大会はですね、今だから言えますけども、今までの大会の中でもうダントツにきつかったです。めちゃくちゃしんどかったです。はい、よくねこう何回か減量してると、慣れてくるんで、そんな辛さをね感じにくくなってくるよとかね、楽に絞れるようになるようなっていう方もいたりするんですけども、もう私の場合そんなことはなくてですね、もう毎回大会を重ねるごとに辛さがもう増してくるなっていうふうに、感じてます。はい、で例に漏れずね、今回の減量も本当にね実はきついものでした。はい、そんなね辛いですしんどいですなんていう姿はねお見せしても、もう皆さんのモチベーションにもならないですし、嫌な気持ちになるだけだと思うので、なるべくねそういう姿はもう見せないように。ただそのストレスでね切れ食いしちゃいましたとかね、食べ過ぎちゃいましたっていうことは、隠さないようにね、なるべくね、ありのままを見せつつも、こうなるべくポジティブな部分だけをこうお伝えするようにルーティン動画では気をつけてね、発信をしていたんですけども、やっぱりね、ここではお話しできないようなこととか、やっぱり動画でお見せできないようなことも、やっぱりねもう人生生きてりゃいろいろあるじゃないですか。皆さんだってね、応援してくださる皆さんだってやっぱりいろいろあったと思うんですよ。いろいろね辛いこと、大変なことあったと思います。同じようにね私も結構その減量以外のことでやっぱり苦労したこともありましたし、減量中もね精神的にね未熟でね、弱い人間なので、もう何回もねもう大会なんかもうやめたろうかなって思ったことありました。もう本当にね、しんどくて、なんで俺こんな好きでやってることなのに、こんなしんどい思いしなきゃいけないんだろうなとか、なんでボディービル以外のところでこんなしんどい思いしなきゃいけないのかなとかね、もうこんなんだったらもうボディービルなんかやめたろうかなって思ったことも実はものすごいたくさんありました。それぐらい辛いことも多かった減量だったんですね。ルーティン動画自体は1月の終わり頃からですね撮り始めて公開をさせていただいてるんですけども、減量自体はその2021年、去年の夏ぐらいから軽くですけどね、減量をしていたので、私個人としてはもう1年以上かけてこの大会に向けて準備をしてきた、それぐらいね長い期間をかけて準備をしてきた、そんな大会だったんですね。なので、それだけね、もう何としてでも優勝という結果を出したい、残したい、でもう負けるわけにいかない、そのためには、筋肉量も絞り、体脂肪の少なさですね、もう、その前回の大会とは比べ物にならないぐらいしっかりね進化した状態でステージに立たなければいけないっていうふうに自分自身にかなりねプレッシャーもかけて追い込んでやっていた部分もありますし、
やっぱり今ね SNS なんかでその他の選手周りのねライバルの状態なんかもすぐ分かるようになっているので、そういうねライバルのこう成長している姿を見てね、やっぱりこう俺も負けてられないなってい う, こうポジティブな気分になると同時に、やっぱりこうネガティブにもなったりするんですよね。あ、こんなに良くなってるんやったら負けちゃうかな、どうかなとかね、まあそういうネガティブな気持ちと戦いながらずっと1年以上かけて減量してきた、シーズンでした。まあ、なのでなるべくこうルーティン動画ではね、そういう辛そうにしてる姿なんかね、もう見せてもそんな、かっこ悪いだけなので、なるべく隠しては来ていましたけども、まあ、やっぱりその未熟なね私ではこうちょっとねしんどくてもう諦めそうになってしまう場面ってすごいたくさんあったんですね。でただ今回の減量は本当に不思議なことにですね、そういう時に限っていろんなねこう救いの手が差し伸べられてきたわけなんですよね。まあそれはやっぱりね、動画をご覧になってくださってた皆さんからのやっぱりコメント、これはね本当に力になりました。本当にもうどんなコメントでもいいんですよ。あ、これ美味しそうですねとか、あ、このトレーニングいいですねとか、応援してますとかね、そんなコメントでもね本当に、あ、この私のルーティン動画を見て、あ、応援してくれてる人がいる、こう反応をくれる人がいる、それだけでものすごいねモチベーションになりました。やっぱり見てくれる人がいるんだったら頑張らなきゃなっていう気持ちにさせてくれましたしね。で、ルーティン動画にコメントくださるだけじゃなくて SNS でもね私にこう DM くださったりとか反応をねくださったりする方もたくさんいらっしゃってですね、そういうねコメントとか反応っていうのがなぜかねもう私がこう辛くなってしんどいなっていう時に限ってなんか皆さんから反応が来るんですよね。でまあこういう視聴者のね皆さんだけじゃなくて、同じねボディービルをやってる仲間の方とかね、 SNS で仲良くさせていただいてるこうお知り合いの方とかね、そういう方からのこう励ましの DM とか、Twitter のねリプライとかね、そういう、 こう励ましのお言葉っていうのが本当にね辛い時に限ってそういう温かいこう言葉を皆さんかけてくださるわけなんですよね。本当にねそのおかげでなんとかもうギリギリ大会まで持ちこたえられたなと、そういうシーズンでした。はい、なので本当にねこれはお世辞とか抜きにね、この動画、まあ、私のねルーティン動画をご覧になっていただいて応援してくださった皆さんのそういうね一つ一つのねコメントがなければ本当にね私ステージに上がることすらできなかったと思います。途中でもう諦めてですね、もう大会出るのやめましたとかね、まあなんかもっともらしい理由をつけてね、まあ家庭のためとかね、ちょっと体調悪くなっちゃってとか、そういうもっともらしい理由をつけて言い訳をしてね大会に出るのをやめていたと思います。本当に、それぐらいですねギリギリのところで、皆さんからの温かいお言葉でなんとか自分を奮い立たせて大会までね持っていった、そういうシーズンでしたので、本当にね、応援をしてくださった皆さん感謝してもねしきれないです。本当にありがとうございました。でね、まあ今回その大会で、まあ、フリーポーズをね取らせていただく、まあ、場面がありました。でまあ決勝審査でね1分30秒こう自由にね曲を流してフリーポーズを取るっていうねところがあるんですけども、まあその時にね選んだ曲っていうのが、You Raise Me Up という曲で、まあ、この曲はですね、まあ、私がそう言ってそういったねこう辛い時に助けてくれた皆さんへの感謝の思いをね少しでも伝えたいということでね、選ばせていただいた曲なんですね。まあ歌詞もね、あなたがいるからこう頑張れます、まあそういう
感じのね、なんかもうすごいざっくりした感じになっちゃいましたけども、本当にそういう感じの歌詞になってまして、本当にね皆さんが私にねこう温かい言葉をかけて励ましてくださったおかげで本当にね、高みに登ることができて、自分史上最高の体を作ることができて、ステージに立つことができて、そのおかげでね、最高の結果でこのシーズンを終えることができました。で、まあね、そういう感謝の気持ちをね少しでも、表現したくて幽霊積みアップという曲をね選んで、精一杯ねパフォーマンスをさせていただきました。まあ、少しでもねその気持ちが皆さんに伝わればいいなと思っております。本当にね感謝してもしきれないですけども、まあ今回のね大会を通してですね、いろいろ得たものあります。その減量のやり方、トレーニングのやり方、食事のコツだったりね、なかなかこう初心者の方に真似できるようなものではないですし、初心者の方に私と同じことをやれなんてね、勧められるようなものではないんですけども、それでも、やっぱり今回ね、応援してくださる皆さんのおかげで得られたものっていうのを、少しでもねお返しできるように引き続きですねトレーニングや栄養の解説動画は、アップをしていきたいなと思っておりますし、オフシーズンのねルーティン動画も随時公開していきます。まあこのオフシーズンっていうのはね、次の大会のための準備期間ですので、もうオフシーズンからもう次のね大会への戦いは始まってると思って、まあ私もね気を引き締めて、トレーニングに励んでいるところです。食事はまだ崩れてますけどね結構好きなもの食べちゃってるんですけども、まあできる範囲でねしっかりね、気を引き締めて、次の大会に向けてよりね自分を高みに持っていけるように努力をしているところですので、引き続きですね、そんな私の姿も見ていただいて応援していただければありがたい限りだなと思っております。ちょっと長くなってしまいましたけども、今年のね大会の結果報告と応援してくださった皆さんへの感謝の動画撮らせていただきました。はい、本当に、今回ね応援していただきまして、ありがとうございました。本当にね感謝してもしきれませんけども、今後も応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。